カール・ガイワーは、ドイツ・バイエルン州オーベルストドルフ出身のスキージャンプ選手である。2018年ピョンチャンオリンピック団体銀メダリスト、ノルディックスキー世界選手権及びスキーフライング世界選手権メダリスト。コンチネンタルカップのデビューは20、2011-12シーズンの最終戦であるクオピオ大会で、1日目32位、2日目14位であった。 2012年には来日シミヤサマスキー大会国際競技会少年組でノーマルヒル、ラージヒルとも優勝した。ワールドカップのデビューは2012-13シーズンの初戦のリレハンメル大会で1日目21位、2日目30位とポイントを獲得した。その後2015-16シーズンまではコンチネンタルカップとワールドカップを行き来していたが、 2016年2月以降はワールドカップに定着し、この年のワールドカップラハチ大会では2位と初の表彰台を獲得し、総合30位でシーズンを終えた。2016-17シーズンは初戦よりワールドカップに初めてフル参戦し、10位以内を5回記録し、総合18位でシーズンを終えた。2017 18シーズンもワールドカップでは10位以内を6回記録し総合14位で終えた。ピョンチャンオリンピックでは個人2戦に出場し団体戦では銀メダルのメンバーとなった。2018-19シーズンはワールドカップエンゲルベルク大会で初優勝、ビリンゲン大会で2回目の優勝を遂げ総合10位で終えた。初出場となった世界選手権。 ゼーフェルト大会では、個人ラージヒールで、銀メダル、男子団体及び、混合団体ではそれぞれ金メダルのメンバーとなった。2019-20シーズンは、ワールドカップ優勝を4回、2位6回、3位1回と、上位争いを繰り広げ、シュテファンクラフトに次ぐ総合2位で終えた。2020-21シーズンは、開幕戦。 ビスは大会の個人2位から始まり、初出場のフライング世界選手権、プラニツァ大会個人戦で優勝したが、その後新型コロナウイルス感染症を要請、判定により、ワールドカップを一時離脱した。復帰初戦のスキージャンプ週間オーベルストドルフ大会で優勝し、最終戦のプラニツァ大会で優勝2回を追加し、総合6位で終えた。地元開催の世界選手権、 オーベルストドルフ大会では、個人ノーマルヒルで銀メダル、個人ラージヒルで銅メダル、男子団体及び混合団体ではそれぞれ金メダルのメンバーとなり、出場したすべての競技でメダルを獲得した。ありがとうございます。